建設時の搬入ルートです。建築物沿いに加工すればアーマーンの外壁に到達します。守りは固いか。刀ならずにちょうどいい。レイダー行くぞ。了解。ゼロ指示から使用に提案。現在のジェフティのステータスとあなたの腕があれば楽勝です。その通りだ。ゾバッター撃破。敵増援を確保。遠距離戦でも格闘戦でもお好きな方をどうぞ。了解。任せろ。無人機で止められると思ったか。敵援軍を確認。セオリーでは連続戦メイン。どうだろうな。地下要塞に来てるの。ノーマンもここよ。お前どうやって。聞いて。もうアーマンが指導するわ。だけどディンゴ、ここには来ないで。もう近くまで来てる。ディンゴ、私嘘をついてたの。本当は連合宇宙軍のスパイじゃない、ただのバフラムのランナーよ。らしいな。驚かないの。言っただろ、スパイがノーマンの下にいられる方が不思議だ。だがなぜ嘘をついた。信用されると思わなかった。ただの一兵士が反乱を企んでるなんて。確かにまともじゃねえな。私の父も軍人だったの。バフラムのあなたの部隊にいた。なんだって。父はカリストで殉職したと聞かされたわ。私は父がなぜ何のために死んだのか知りたかった。だからバフラムに入ってノーマンに近づいた。父はアーマン計画のために死んだ。でもそれを知ったところで私は何もできなかった。あなたと違って人望もないしね。アーマン計画が佳境に入った時、カリストでジェフティを見つけた時、あなたが現れたわ。私は思った。あなたはアーマンを止めなきゃいけない。父のためにも。リチャード・マリネリス。そうよ。よく助けられた。でももういいの。ここには来ないで。ノーマンは危険よ。俺には義務があると言ったな。もう少しそのつもりでいてくれ。ダメよ。どうせもう死んでる身だ。俺は自分で蹴りをつける。頼もしいな、ディンゴ。ノーマン、早く来い。お前を殺すまで待ちきれん。あいにくもう一度死ねというなら道連れがいるぜ。好きなだけ連れて行け。私も手伝う。悪いが道連れは一人に決めてる。嬉しい、ディン。本当に嬉しい。ターゲット確認。検討開始。とっとと片付けましょう。しかしやる。消失。蹴る。
を消失、 ETR 反応消失、敵機撃破、敵機撃破、 ETR 反応消失、敵機撃破、 ETR 反応消失、敵機撃破、メタトロンを使う。よし、この向こうがアーマン。先に行く。行かせてくれ。ビンゴさん、気をつけて。このゲートは圧縮空間によって封印されています。ベクターキャノンを使用しなければ突破は不可能です。あ、ジェフティとアヌビスは完全に互角です。あとはランナー次第か。エイダ、どう思う？あなたなら勝てるかもしれません。わかった。エイダ、楽に行こうぜ。ベクターキャノンモードへ移行。了解。エネルギーライン、ゼンダー直結。ランディングギア、アイゼン、ロック。チャンバー内、正常加圧中。ライフリング、回転開始。撃てます。いけだが要塞って雰囲気じゃないぜ。何かのコントロール施設のようです。メタトロン反応も微量です。コントロール、ここはアーマンじゃない。来たぞ。しただけでそのざまか。悪いな、ただの武者震いだ。なんだやろうか。来いディンゴ。
正解だ、ディン。あの機体には剣が。怒るな、ディンを。ほんの余興だ。やはり模造品は模造品だろ。本物とは比べ物にならん。ふざけるな。本体数箇所及びハイムのベクタートラップに損傷。動くか。コネクションチェック。使用可能装置。ダッシュ、バースト、グレード、グラブ、ゼロシフト。以上です。ヤツを倒すには十分だ。失いました。
レオ、無事か？ああ。ケン！ケン！リンゴ。アヌビスは倒した。怪我はないか？あちこち痛いわ。救助呼ぶ。怪我人がいる。収容できるか？すぐ船を送る。リンゴと言ったわね。話しておくことがあるわ。なんだ？その機体、ジェフティはアーマーンの中枢で自爆するようセットされている。レオに聞いた。それをセットしたのは私たちなの。アランという仲間がエイダのシステムに入力した。なぜだ？ジェフティがバフラムにダッシュされた時の安全策だったの。彼らがジェフティをアーマーンに持ち込んだ時、エイダの命令でジェフティは自爆。そのエネルギーでアーマーンの指導を阻止するつもりだった。汚ねえやり方だ。でもそれは最終手段よ。できればそのまま回収したかった。カリストに捨てたのは？ジェフティをカリストに隠したのはレオよ。バフラムの手に渡ればジェフティはアーマーンで自爆する。彼はジェフティを隠して自分の力でアーマーンを止めようとした。わかった。ジェフティが自爆する必要はもうないんだな。早く解除してくれ。無理よ。バフラムに解除されないようシステムの根幹に埋め込んだの。ジェフティを自爆させなくてもアーマンは止められるはずだ。必要になればエイダは自爆装置を起動するわ。そういう命令なの。くだらねえ。もしアーマンが。待て。あんたもバフランも。これからだリンゴ。くそ。おい、アヌビスが飲み込まれた。アーマーンの本当の力は空間圧縮による地表攻撃じゃない。何？本当の力はメタトロンの空間圧縮特性を最大限に引き出したエネルギーの収縮。そのエネルギーは太陽系全域を巻き込む。そりゃ大事だな。お願い止めて。地球側の奴ら都合が良すぎるぜ。お願い。約束しろ。もし俺がこいつを止めたら、地球は二度と火星に口出しするな。俺たちには俺たちの意志がある。火星を自由にしろ。分かったわ。必ず実現する。頭の固い連中に伝えるんだな。それが実現しなければ今度は俺が相手になるってな。誓うわ。信じて。リンゴ。へん。一仕事できちまった。どうする気？死んだらまた生き返らせてくれ。あなたは死なないわ。船で待ってろ。すぐ戻る。
私を選ぶ。アヌビスと融合することでアーマンは初めて進化を出す。見ろ、メタトロンの完全なる結合、全てを終わらせる破壊を。ヘルシフト、レディを生贄にした。そうだな、あんたが俺の仲間を殺したんだだからどうした。虫けらが無様に死んでいく姿をこの目で見たかったぞ。俺の仲間が待ってるぜ。
破壊するために作られた。ご飯を呼んで。エイダ。エオ。アヌビスを使った。ジェフティとアヌビスがどうかなら。その起爆力も10日だ。こんな役目はあいつの方が似合いだぜ。私は命令に背いたのでしょうか。いいんだエイダ。え？それでいいんだ。力は正しいことに使え。少なくとも自分がそう信じられることにな。それは誰の受け売り？お前の親父さんだよ。まともな体にしてくれ。気に入らなかった？いや、俺にはちょっとでかい。分かったわ。信じてるぜ。
Tu la sei tu mi ricordo e cura tu la ti vara.